1日2回タイプで増量可能なため朝1錠、夕2錠のように患者の食生活や病態に合わせた細やかな調節が可能です。また、水に 100mg ム上1規格のみで調節ができるため薬局で多規格の在庫を抱える必要がないのはメリットです。 これは今後インクレチン製剤の種類が増えていく世の中で多くの薬局や病院などで採用されやすい条件になります。スイニーは1条から2条に増量するのは効果不十分な場合です。しかし4条分2にして初めてヘモグロビン A1c が6.5%未満に落ち着くという糖尿病患者も少なくはありません。